フラー。え、ちょっと待って、え、真っ黒なんですけど、え、ちょっとリセットボタン押します。はじめましての方は、はじめまして。スーパーファミコン版ドラクエ5から来てくださった方、ありがとうございます。テクタンと申します。冒頭であったように、見事ドラクエ5のデータが、ニフラムによって消えてしまったため、こちらの、プレステ2バージョンのドラゴンクエスト5、こちらを実況していきたいと思います。よろしくお願いします。ということで、プレステ2のゲームするの実は全く初めてなんで、いまいち使い方がわからずわたわたしました。これはメモリカード、うわ、びっくりした。差しっぱなしでゲームしてもいいのかな？おー、絵が綺麗。プレステ2する初めてやし、最近のゲームって DS とかぐらいの携帯ゲーム機しかせえへんからあれやったけど、おーおー、なんか音もやっぱスーファミよりすごく綺麗ね。おー、なんか音の音質が違う。おー、ということで、名前はテクタンです。テクタンでやらさせていただきたいと思います。スーファミ版の、実況は、テルパドールの街ぐらい、お城ぐらいまで行ったので、そこら辺ぐらいまでストーリーはしています。はい、サウンドはステレオの、これでいいんかな、まあ、そこら辺あたりまでは、さっくりといけると思います。なんだってプロになり始めた、来た頃だからね。表示速度3でいきましょう。作っていい、記録して、もう記録するの？スロット2の方に入れたので、早速記録か。こんだけセーブデータがさ、7つあるんだったらさ、安心だね。1個消えても大丈夫。おお、白きれい。おお、パパスお気持ちはわかりますが、少し落ち着いてお座りになってはいかがですか。うむ、そうだな。おお、もうなんかこうすごくき、ま、回るんかーい。パパス様、山頂。あら、山頂こんなとこで出てきてたっけ？そうか。おー。すげえ。おー。おー、なんか細かい、すっげえぬるぬる動く。本当に可愛い玉絵のような男の子で、うむ。おー。おー、寝てる。ちゃんと寝てる。おー、このように元気に泣いて。早速だがこの子に名前を付けないといけないのか。またこのセンスの悪い名前が来るぞ。トンヌラという名はどうだろうか。トンヌラってなんだ、ほんまは外国ではいい意味な。でもね、私も考えていたのです。テクタンというのはどうかしら。やっぱそれがいいよ。うん。パッとしない名前かもしれないけどね。いい名前だよ。おー、動いてる、ちゃんと。すげー、動きが細かい。お前の名はテクタンだ。わー。すげー、ちゃんと動いとる、おー。そして、ここで、名曲が流れる。よく知ってるでしょう。おー、綺麗。はい、ということで改めて挨拶をさせていただきたいと思います。テクタンと
申します。プレステ2だからデータはね、リフラもしないと思うので大丈夫だと思うので、実況続けられたらなと思います。最後まで頑張っていきたいと思います。今から10年前のゲームになるんか、2004年だってさ、だいぶ前ね、高校生の時か。あ、で、ライブストーリーはもう知ってるので、途中までは随所随所にネタバレとか言っちゃうかもしれないのですが、それはご了承くださいませませ。よろしければスーファミ版と合わせてご覧になっていただけましたらなと思います。宣伝をということで、まあ楽しく始めていきたいと思います。どうしようかな、これ曲途中で切ろうかな、やっぱりでも聞いとこうか。 PS2 版だと結構ね、あれなんかシステム加わってるっぽいんで、それがちょっと楽しみなんですよね。視点移動とか会話システムとか、あとタブとかが投げれるらしくて、それが楽しみ。井戸も入れるらしいので、それが楽しみです。あと仲間にできるモンスターが増えてるっぽいんで、私のお気に入りモンスターも仲間になるっぽいんで、それを楽しみに頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。ということで物語がスタート。おお、寝てる。そうか、これ動かな、ボタン押さないと始まらないんだ。おう、ティクタン、目が覚めたようだな。何、夢を見た？赤ん坊の時の夢だ。どこかのお城みたいだったと？うわっはーはー、寝ぼけてるな。眠気覚ましに外でも行って風に当たってきたらどうだ。おお、わあ、服が揺れてる。かわいい。パパ、パパジオーラ。おお、おお、薬草が出てきた。おお、守りの種こんなんあったっけ。お、引き出しを開けてる。おお、おお、樽を投げるよ。パパ見て、樽持てるよ。僕樽持てるよ。これどうやって投げる？もう一回押すでいい。わあ。ぽい。ぽい。わあ、かわいい。パパー人殺し。こんなに荒らしていいの？出ましょう。おー、柱、柱わ、おー、おお、鳥、鳥、わあ、おお、海、海が綺麗、わあ、わあ、ここに今度ちゃんと絵が描いてある。私が落書きでき、樽壊していいんすか、怒らないでいいの。これ何、これロープ、わあ、すごい、すごい細かい、鳥、鳥だらけ、おい、え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 い、お、スーファミ版よりアイテムいっぱい出てくる、えいどうしたぼや、船長なら、船長に言うならそこの船室にいるぜ。どこだっけ船室。あ、これは火事でしょ。あれ、登れない。よいしょ。もしもうすぐビスタの港だと言っても何もない。何もなかったね。うわ、綺麗。おお、なんか音楽がダイナミック。おお。ヘイ。何か言うかな、ここは、の先は特別室だ。ウドマン様が、お留守の間に勝手にお部屋のものを触ったりしちゃいけないぞ。もう、ウドマン、ここでもう出てくる。よいしょ、ぽい。ここがウドマン様のお部屋。わ、綺麗、スイカ、スイカの名産地、特に変わった本はない。おお、あされない、そう、視点移動、わあ、すげえ、回る、
回る。で、これで、あ、L と R 同時押しで元に戻るね。うん、今回は、あ、中古で、ちなみに、2グラム、データが2グラムした日に、その日に中古屋ショップ回って見つけて買ってきました。あ、間違えた。それで、今回のゲームは、お、薬草。ちゃんと説明書がついてたので、説明書読みました。鏡。あれ、見れない。口の周りに食べ残しの汚れが残ってる。残らないよ、そんなの。ちゃんと。え、何？こういうこと？おぉおぉおぉ素晴らしい。きれい。わぁ。わぁ。で、戻す。動かした視点は戻さないと、私みたいな人はよくわからなくなるから、3D 酔いするタイプの人間なんですよ、私。あのね、ゼルダの伝説あるじゃないですか、64の。あれで酔って全然初めの街以降進めなかったような人間なので、3D 酔いしないように、あんまり視点ぐるぐるさせないで、やっていかなければいけないなと思っている次第でありまする。ぽい。ぽい。ぽい。お、なにこれ。スゴロク剣。お。噂の PS2 オンリーのシステム。スゴロク。お、コンポタ。お、こうや、もうお腹が空いたのかな。おじさんの料理はうまいだろう。お腹空いた。何食べたいやろ。何食べようかな。最近ずっと猫ママに納豆入れて食ってる。しかし、こんな小さい子を、親がいな、お、親はいる。母親がいなくて男で一つで育てたなんて、坊やの父さん偉いよな。そうだよ。パパは偉いんだよ。何かを探して世界中を旅してるんだっけな。私は知ってるよ。内緒。うん。そっか、こんなんあったね。開かない。ぽい。ぽい。そう、宝箱は全部鍵がかかって、開かないのでもう調べない。おう。スゴロク剣、めっちゃ見つかる。スーファミ版だと、そんなになかったのに。泥棒します。かわいい。泥棒したのに消えた。タル消えた。タル生まれてる。心霊現象。ここでしょ、確か船長室。いた。私がこの船の船長だ。坊やのお父さんには昔お世話になったこの、あ、そうなんだ、ルドマン様という方のもので、あまりお客は乗せないのだが、今回はパパス殿のため、特別サービスだ。あれ？そっか、え、ルドマンはパパスのこと知ってるの？坊やお父さんと二人で旅をしてるんだってね、そうです。本があってもテクタン読めないしな。モンスターダジャレ全集。一角ウサギをいつか食う。はぁ、あ。なんもない。お風呂、上羅、うわぁ。鏡の表面にべっとりと指紋がついた。なことしちゃダメだよ。お風呂、こんなとこでさ、シャワー浴びたらさ、あ、これシャワーじゃないのか、ろうそくか。床腐るじゃんって言おうと思ったけど、どっちにしろお風呂こんなとこあったら床腐るじゃん。お、びっくりした、港に着いたぞ。ほうたため怒り下ろし。おお、かっこいい。いいな船。あ、でも船酔いするから苦手なんだけど。でもかっこいい。かっこいい。ちょっと待って。待って。あっこ行きたい。あっこ。これもう降りないとダメ？行ける？動ける？かわいい。やっぱテクタンかわいいな。どうやら着いたようだな。
あ、こわこ、先っちょ、行きたい。やったー、わーい、タイタニック、投信、できそうだね。パパを呼びに行かないと。パパ着いたらしいよ。出て行こう。パパー。そうか、港に着いたか、村に戻るのはほぼ2年ぶりだってことは、まだ小さかったから村のこと覚えていまい。1ヶ月ほど前なので覚えていまする。忘れ物をしないように準備するんだぞ。結構アイテム集めたよ。ほれー。あら、登れた。よいしょい。こっち行けばいい？ジョーラ、いいか、男の子はどんな時でも泣いちゃダメだぜ。わかった、おじさんも泣いちゃダメだよ。ドーン。よいしょ。殺人。さて、そろそろ港に降りるとするか、テクタン。へい、どなたか船に乗り込まれるようだな。へ、誰？おー、ルドマン様、お待たせいたしました。え？わ、ハゲ。え、ルドマン、ハゲか。え、こんな身なりなの、ルドマン。これは、旅の方、先に失礼しますよ。え？ちょっと待って、後ろのルドマンのフローラちゃん。なに、やっぱお嬢様。かわいい。お、パパぞ、紳士。え、かわいい。ありがとう。これは旅のお方、ありがとう。あ、知り合いじゃないのか。よしよし、フローラや、長旅で疲れたろう。え、かわいい。かわいい、チビフローラちゃん。え、かわいい。PS2 版だとこんなとこで出会いがあるのか。いや、お騒がせしました。さあ、港へどうぞ。え、ちょっと待って、ルドマンさんと話したい。え、こん中にフローラちゃんいたの？フローラちゃんいます？ひゃー！うっかり部屋の掃除をしてなかったら怒られるぞ。え、フローラちゃんは？うわ、おったーい。あなた誰？え、お父さんと一緒に旅をしてるの。私とお父様と一緒に来たのよ。見て、なんだか広くて怖いのね。そのお顔をよく見せておくれ。見えない。かわいい。鏡見てる。へー。視点を戻す。オッケー。もういいよ。パパもういいよ。酸素調べたよ。見たよ。長い船旅であったこの船と、もう降りる。船長、随分世話になった体に気をつけてな。おー。わ、魚。そんなにその、なんていうか、船と、この港をつなぐ板って簡単に下ろせるもんな。わー、かっこいい。豪華客居船だね。あ、樽だらけ。あ、あんたはパパスさん。やはりパパスさんじゃないか、無事に帰ってきたんだね。わっはっは、痩せても枯れても、このパパスを追いそれて死ぬものか。テクタン、父さんはこの人と話があるので、その辺で遊んでいけな、お。あ、地図こんな早うもらえるんや。はい。特別に作ってくれた大切な地図だ、なくさないようにあまり遠く行くなよ。地図が四角で見れるとかなんとか。え、見れないじゃん。こんなんが見たいんじゃない。魚めっちゃ泳いどる。釣りしよう、釣り。たるー。ほい。15ホールド、やったね。ほい。時々鳥が飛んでくるのがなんか邪魔だな。
視界を遮る。ぽい。あれ、海に捨てたかったの、ぽい。ぽい。何も見つからない。え、これ入り口ある？もしかして反対だ。こうか。窓か。マギか。あれ？ここドアない。すごい、こういうし、わー、面白い。わーい。ぽい。ぽい。戻す。この2階は？テラス？何もなかった。おじゃまんぼう。へい。2年ほど前だったかね、パパスという人が今います。え、ボエガの時の子でパパさん今船ので帰ってきたって噂すればなんとやらだねー。あの、便利ボタン癖で R 押しちゃう。あの、スーファミは LR でいけたんすよ。便利ボタン。すごい。すごい、キッチン。これ何？炊事場？炊事場、あの、水道？わあ。戻す。もう戻しながら歩ける。それでこれを出ていくといいわけです。お、森になってる森。小屋ちっちゃ。え、戻れるん？いや、出るよ、出る出る。うわぁ、なんか敵の出てき方が大げさ。そして可愛い。はぁ、いつか私の仲間になるのね、この子たちも。さあ、攻撃しとこう。すっごい、ぬるぬる。おぉ、いやぁ、歩いてきた。可愛い。うわ、ぬるぬるしてる。お、来たー、パパス来たー。パパス本気を出してくれ。パパス、パパスやっぱり強いな。ヒッピー410はすごすぎでしょ。いえーい。大丈夫か、テクタン。まだまだ表の人で歩きは危険だ。これから気をつけるんだぞ。では行くとしよう。おー。おー、すげえ山や、山。山がある。うわ、出てきたー。おー。めっちゃ動いてる。ニョロニョロしてる。あー、かわいい。音がかわいいね。ふいよふいよって音がさ、かわいい。うわ。なんかかわいそう。これ死に玉がすごいね。おー。うわー、背景もめっちゃ綺麗。雲が流れてる。おー。これは誰だ？テクターン、テレテレ。そうか、パパスは上がらないよね。おー。パパスともう一回旅ができるのは嬉しいね。お、あれ町？村？町？あれじゃない？おー。塔が建ってる。家と塔がある。教会か。十字架が乗ってる。おー。おー。イタチもめっちゃウニウニしてる。わー、すげー。うわぁ、噛みつかれた。おぉ、なんか動物虐待してるみたい。いえ、えい。おぉ、こんなに上がったっけ？てれってれー。おぉ。なんか、BGM が壮大ね。すごい、なんか、音が深いというか、なんか、後ろでリンリン、シャンシャン、ベルの音が鳴ってたのが、細かいなって思う。おー。クラリネットのような音。ともかくお帰りなさい、音。顔してられない、みんなに知らせなくっちゃ。お、出てきた。パパさん、あんた生きてたんだね。おやすの子があの時の坊やか大きくなったね。パパさん夜でもうちの酒場に寄ってくれよ。みんなあんたの旅の話を聞きたがるはずだ。おお、橋、わ、飛んできた。よ、パパさんやっと帰ってきたな。あんたとは喧嘩ばっかりしてたけどいなくなると寂しくて落ち着いたらまた積もる話を聞かせてくれよな。お、イケイケの兄ちゃん。いや、本当によか。パパさんどうも帰りなさい。パパさんがいない間みんなパパさんの噂ばっかりしてたのですよ。
これはパパさんのよくぞ無事で戻られました。きっと神様があなただった親子をお守りしてくれたのでしょう。う、PS 版でもこんな感じで飛び跳ねるのね。山頂。おう、先ぶり。この山頂、旦那様の戻りをどれほど待ちわびたことが、さあともかく中へ。そして中に入ると、人が勝手に入り込んでるわけでございます。はっ！出たー！出たー！ビアンカちゃん！ネタバレ先にしちゃった。早かった。ランカーンのおかみさんじゃないか。この村にご主人の薬を取りに来てもらうって寄ってもらったんですよ。ね、大人の話ってな、これ家にしたらどうなる？私はいにしたけど、行きましょうよ。まあ、強引でなかなか。かわいい。私のこと覚えてる？この前は家にしたけど覚えてるでしょ。ほんとかしら。私は8歳だから、そっかそっか、そういや年上だったね。ね、ご本読んであげようか、ちょっと待っててね。かわいい。そう、説明書読んでみた、思ったんだけど、ロリビアンカちゃんがめっちゃかわいいの。そ、ら、に、く、せし、ありきしか。これ、てんてんてんの部分は放送禁止用語だね。これはダメだわ。だって難しい字が多すぎるんですもの。そろそろ宿に戻りますよ。早いな。かわいいな。髪がゆらゆらしてる、かわいい。かわいい女の子って見てるだけで幸せになるよね。お、革の帽子。これ、かぶるってこと。あれ？あれ、どこだっけあの装備。装備ど、あ、パパスの息子なのか。帽子、帽子。あ、装備は確かこれでできるんか。よし、装備と。オッケー。開けれる？こうか。に、く、せし。そのうち読みに来たらいい？持っちゃった。パパツボ。完全に殺人だよ、こんなの。ツボを人に向かって投げちゃいけません。お、お鍋の蓋。今のお鍋の蓋か。へえ、へえ、こんなとこに鍋ぶたあるんや。装備できない、そうすか。テクタンはどこにいるでしょう？正解は、ここでした。なるほど、こんな感じで視点移動を使うのか。薬草。我が家のレシピ。材料選び、味付けの仕方、盛り付けしかしテクタンには読めない。これ出ていっていいんだっけ？どうだっけ？何するんだっけ？今から。よいしょ。よいしょ。たる、ぽい。ぽい。花瓶、ぽい。ぽい。お、力の種。やったーい。ぽい。ここはまたいずれ来る時が来るでしょう。よいしょ。よいしょ、よいしょ。よいしょ。一旦セーブしたい。そしてパート1はこの辺で区切りたいと思うのですが、セーブの仕方が知らない。あ、違う、スロット1ない。スロット1にさしとくべきか。これで、ここでいいのかな？おー。これでセーブしたことになる。これさ、電源切るじゃないですか。その後、まあ、ゲームしない間って、このメモリーカードって、抜いてた方がいいですか？差しっぱでも大丈夫ですか？どうなんだろう。なんか無駄に抜き差しする方が怖いかなと、思って、どうなんですかね。いかんせん PS2 が初めてなもので。まあ、続けます。はい。では、ちょっと長くなりましたね。パート1、このあたりで終了したいと思います。PS2 版面白い。これから先も頑張って。
実況していきたいと思います。最後まで頑張ります。ではでは、ご視聴していただきありがとうございました。お疲れ様でした。